ちょっと年を取ってから不思議に思うことがいくつかあって、その中の一つにですね、周りから好かれるっていうことが多くなったのが、結構不思議なんですよね。いやこれね、別にうぬぼれでも何でもなくて、というのはね、僕ね、若い頃ってものすごく周りに嫌われる存在だったんですよ。我が強くてね、まあ今でも結構自分は我が強いなって思ってるんですけど、それでもね、若い頃に比べたらちょっとマシになったと思うんですね。でその我が強くて、まあ、とにかく周りに対してツンケンしてたし、まあ、上にはとりあえず噛みつくと、もうなんかね大好きだったんですよ、上に立てつくのが先生には逆らう、先輩にも歯向かう、でまあ袋叩きになってボコボコにされてね、まあ、そんなことも結構あって、まあ周りのね友達にもそんなに溶け込もうという努力はしてなかったんですよ。まあ友達がいなかったわけじゃないんですけど、バイクで乗りに行ったりする友達とかで、バイクで尊敬できる先輩とかはいたんですけど、まあ他にもね、仕事バイトとかで、いろいろと、まあ、コミュニケーションはそれなりには取ってたつもりなんですけど、それでもね、周りからソース感を食うっていうことは割とあったんですね。そんな感じだったので、今が好かれてるっていうよりは昔があまりにも嫌われ者だったというだけなのかもしれないけどね。まあ働くようになって、まあカメラマンのアシスタントとかね、やるようになって、やっぱりね、先輩には噛みついてたし、で、周りのね、同じぐらいの、レベルの人たちにもツンケンしてたし、まあ後輩は足毛にするしっていうね、なんかこうアシスタントの仲間では嫌われる存在ではあったんだけど、まあそんな中でもね、こうよくしてくる奇特な先輩もいて、あと不思議と先生には気に入られてたんですよね。やっぱりね、この世界ね、我が強くないと生き残っていけないんだと思うんですよ。だから先生も若い頃そうだったんじゃないかなと今にして思うと、そういう理由かなと思うんですよね。僕は特定のアシスタントっていうのは雇ってないんですけど、ただ臨時でね、日雇いのアシスタントとか雇うことがあって、やっぱりこう性格がきつい、当たりの強いアシスタントとか来ると、逆になんか可愛くなりますもんね。親近感ってこういうことなんだろうなとなんとなく思うわけなんですけど、その優しくしてくれた先輩というのは例のバイクで事故った先輩なんですけど、その人はね、まあ、単純な話として誰にでも優しいというか、そういう人なんでしょう。もう聖人君子を絵に描いたような先輩でしたから。まあ話を戻して、最近好かれてるのはなぜだろうということを思い返した時に、まあ一つにはね、周りに頼るようになったっていうのがあるかなと思うんですね。これ単純にね、年取って体力的に衰えてきたので、昔だったら率先して自分でやってたことを人にお願いするようになってきたんですね。例えば家庭の中でも、うちの奥さんにあれやってこれやってってお願いすることが増えた気がします。だからそういった面が仕事とかね、まあ友人関係、まあ、他の対人関係でも出てきたんでしょうね。何でもかんでも自分でやってたというか、人を頼りにしなかったんですよ。それを人をちょっと頼るようになってきたと。しかも割と低いハードルのことを頼むようになったんですね。だから何ていうかな、人間って高いハードルの要求をされると利用されてるっていう気持ちになってしまうと思うんですよ。仕事でね、ちょっと面倒くさい仕事を後輩にやらせるとか、それって押し付けられたっていう気持ちになると思うんですけど、そうではなくて、ちょっとこれお願いっていう、なんか軽い仕事、あれ持ってきてとかね、で、まあ、それに対してちゃんとありがとうという感謝の意を伝えるっていう、まあ、その単純なことが昔はできてなかったんですよね。それが年を取ったことで、まあ、すごくね、簡単なことでもお願いするようになって、で、まあ、そのお願いしたんだから悪いな、こんなこと頼んで悪いなっていう気持ちから、ありがとうねってちょっと、まあ、すごくなんか
手を合わせて拝むような、うん、なんかそういう感謝の仕方ではなく、重苦しい感謝の仕方ではなく、まあ、言葉で単純にありがとうっていうね、軽い感謝の意を伝えるっていう、今までできてなかったことがもう人間としてどうなんだって感じなんだけど、まあ若い頃はできてなかったことが、うん、当たり前のように、まあ、できるようになったんですよね。40過ぎてからかな、うん、だからそれをやるようになって少し周りが変わってきた気がします。結局周りの僕に対する評価が変わったんではなく、単純に僕が変わったんですね。まあ、人間が弱くなったっていうこともあると思うんですよ、うん、その人間が弱くなったことで周りに対する当たり方がちょっと変わってきたってことです。例えばそのさっき言った周りに頼るってこともそうなんですけど、あと周りをね褒めてる気がします。あと周りに共感してる気もしますね。何かというと、昔はね周りに何か言われるとすぐまあほら上に歯向かうって言ったじゃないですか、まあ、そんな感じでとにかくね反論から入ったんですよ。つまり周りに共感してなかったんですね。あと周りを褒めなかったですね。要するに全部ライバルだと思ってるから、全てに対してこう敵対心があるんですよね。だから素直にね相手の功績を褒めることができなかったです。それをまあ、何か自分ができないことを人がやった時はまずね悔しいっていう気持ちが若い頃はあったんですよ。でも今はあすごいなっていう気持ちから入ってますよね。例えば目を奪われるようなねあの素晴らしい写真を見た時に、いやこんなのは俺でも撮れるっていう気持ちが昔はあったんですよ。でも今はもう素直に、あこれ素晴らしいな、どうやって撮ったんだろうっていう、そういう気持ちから見てますね。共感しないっていう話でね、なんていうかな、こう協調性がないというかね、ひどい話で、自分から聞いておいて、例えばある仕事においてね、僕なんでこれダメなんですかねって先輩に聞いておいて、で先輩がこことこことここがダメなんだよって教えてくれたことに対して、いやでもそれはこうじゃないですかって反論するんですよね。今考えると本当ひどいやつだなって思うんですけど、だからなんかね我が強すぎてどうしようもねえなこいつって多分周りから思われてたと思うんですけど、でも今はねとりあえず相手が何か言ったことに対して共感から入って、でまあはこう反論があったとしてもよ、自分の中でこいつの言ってることはここ間違ってるなって思ったとしても、とりあえず聞いて受け入れておいてから、分かる分かる、だけどこことここを直せばそこうまくいくんじゃないっていうことを、まあ、言うようにしてますね。なんかそういうことができるようになってからやっぱり周りが変わってきた気がします。年を取ると涙もろくなるっていうじゃないですか。あれは共感力が多分上がってくるせいなんでしょうね。人間こう年を取るとね、いろいろな失敗とか後悔が積み重なって、だん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 人間が丸くなっていくと思うんですよ。それがね若い頃にできていたらもう少し、モテモテな人生が送れたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただ今の自分を作り上げてるっていうのはそういう失敗もあってのことなので、まあ、これはこれでいいのかなと思います。そういうわけでね、好かれるようになった理由というか、まあ、仕事先なんかで嫌われなくなった理由を自分なりに分析してみましたというお話でした。ではまた。